イラクのマムルーク朝は、18世紀と19世紀初期に、イラクを支配した王朝。オスマン帝国において、マムルークはイスラームに改修した解放された奴隷だった。彼らは特別な学校で訓練され、軍事と行政奉仕に配備された。このようなマムルークたちは、オスマン朝のイラクを1704年から1831年の間統治した。マムルークの支配エリートは、 基本的に、グルジア人の役人により構成されており、オスマン帝国の支配層から自立性を獲得することに成功し、その領土において経済的繁栄と秩序を回復した。オスマン朝は1831年にマムルーク体制を廃止し、第一次世界大戦までイラクの直接支配を課した。マムルークはイラクにおいて社会と経済を支配し続けたが、 バグダードでは管理担当者の多くはかつてのマムルークの家系の出身者かあるいはマムルーク時代の名簿家系から構成されていた。18世紀初期はコンスタンティノープルとバグダードの両方にとって変革の時代だった。アフメト3世は大宰相イブラヒムパシャによるチューリップ時代の間に実施された西欧化によって影響された広範囲な改革と首都の政治的安定により 注目されたが、それまでの2世紀の間、イラクはオスマン朝とサハビー朝というライバル国の間の戦場となり続けていた。イラクの領域は、打ち続く内向にも悩まされていたマムルークは、バグダード州のパシャリク、バスラ州、シャフリゾール州を支配していた。モスル州のパシャリクは、イラク人のジャリリ朝を支配した。バグダードにおいて、ハサンパシャは、 オスマン町のグルジア人知事でコンスタンティノープルから派遣され、彼の息子アフメドパッシャは、グルジア人マムルーク家系による州の行政と権威を確立し、支配を打ち立てた。ハサンの息子とその後継者アフマドは、マムルークの獲得を続け、軍隊と行政の中枢に彼らを昇進させた。ハサンとアフマドは、支配に属さない部族の干渉となり、 コンスタンティノープルの国庫への税金を形状的に確保し、その上イランのサハビー朝からの軍事的脅威に対抗する防壁となることで、オスマン朝政府に価値ある奉仕をなしているとの印象を与えた。1747年にアフマド・パシャが死亡した時、彼のマムルークたちは2000人からなる永続的なエリート軍団を組織した。アフマドの死で、オスマン朝のスルタンは、 これらマムルークが権力をつかむことを妨げようと、試み、バグダードに、彼の代官として、外部の人員を派遣した。しかし、アフマドの義理の息子、スレーマン・アブー・ライラは、不妊先のバスラから、彼のグルジア人護衛のリーダーとして、バグダードに侵軍し、オスマン朝の知事を追放し、この後84年間のマムルークによる、イラク支配が始まった。七百五十年までに、 スレーマン・アブー・ライラは、バグダードに誰もが認める統治者としての地位を確立し、オスマン政府にも、イラクの最初のマムルークのパッシャとして認識された。新しい支配体制は、オスマン朝政府からより自立し、アラブ人とクルド人部族の抵抗に対する干渉となる戦略に乗り出した。彼らは南部におけるアルムンタフィクへの対抗勢力となり、バスラを彼らの支配下に置いた。 彼らはヨーロッパ人と貿易し、1763年にバスラに東インド会社の代理人を置くことを許可した。マムルーク支配体制の後継者たちは、まだオスマン朝の総主権とイラクの宗教エリート層に依存していた。オスマン政府は時々バグダードの扱いづらいパッシャを配そうとしたが、マムルークたちは大使国を維持し、支配を拡張しようとさえしていた。彼らは、 独自に後継者を取り決めることには失敗し、競合する他のマムルーク家系の党派が徐々に形成され、継続的な権力闘争を引き起こした。マムルーク支配に対するもう一つの脅威はイランの復活した支配者、カリムハーンによりもたらされた。彼はイラクを侵略し、マムルークの将軍スルタンアーによる眼鏡で長い抵抗の後、1776年にバスラの統治者として、 彼の兄、サーデクハーンを置くことに成功した。オスマン政府は、この危機器を利用して、オマルパシャを更迭し、ヒマムルークを統治者に据えが、彼は、命令を実行できなかった。オスマン帝国のマムルーク騎兵1779年、ダイスレーマンパシャは、追放先のシーラーズから戻り、1780年、バグダードとバスラとシャフリゾールの知事職を獲得した。 このスレーマンパシャはブーックの異名で知られ、彼の統治は当初は効果的だったが、オイルと共に弱くなり、彼の氏族を強化するために多くのグルジア人を呼び寄せ、党派に分かれたマムルーク諸家系に対して優位を確立し、エニチェリの影響を制限した。彼は経済を育成し、商業を手こ入れし続け、ヨーロッパと交渉を行い、1798年に、 スレーマンがバグダードに任命された、英国の英続代理人のための許可を与えたときは、大きな後押しをした。しかし、彼のアラブ部族への奮闘はほとんど成功せず、1801年に、ワッハーブ派によるカルバラでのシーア派人員の略奪では、問題が蓄積した。イラクのクルド人の町スレーマニーヤは、スレーマンパシャの時代に建設され、後に、彼の名前が付けられた。 1802年の権力闘争の後、大スレーマンパシャの後をアリーパシャが継承した。彼は1803年と1806年にヒーラとナジャブで起こったワフハーブ派の放棄を鎮圧したが、シリア砂漠の支配の確立には失敗した。1807年にアリーパシャが暗殺された後、彼の老いの小スレーマンパシャが知事を継いだ。州の自立性は制限される方向に傾き、 スルタン・マフムド2世は1810年に、バグダードからマムルークを追放する最初の試みを行った。オスマン朝の軍隊はスレイマンを排除し、殺害したが、再度イラクの統制を維持することには失敗し、1816年には、今一つの苦い確執の後、スライマンのエネルギッシュな義理の息子ダウドパシャは、彼の競争者であるサイドパシャを追放し、 バグダードを支配下に置いた。オスマン朝政府は彼の権威を承認した。ダウドパシャはイラクのマムルークの最後の統治者だった。ダウドパシャは重要な近代化政策を開始し、運河の春節産業の育成、ヨーロッパ人の指導のもとに軍隊の改革、印刷機の導入を実施した。彼は華やかで手の込んだ宮廷の環境を維持した。その上、 アラブ部族との日常的なトラブルとシェイクたちとの不和がありババンのクルド人諸公国に影響力をもるイランとの騒乱とクルド人との深刻な争いに巻き込まれた。イラン人による侵攻が重なり、1818 18年にはイラン人によるスレーマニアの占領に発展した。後にダウドパシャは1826年のコンスタンティノープルにおけるイエニチェリの廃止を利用し、 地方の独立勢力としての家にチェリを取り除いた。その一方、イラクにおける自立体制の存在は長期間心配の種となっており、エジプトのムハンマド・アリー・パッシャがオスマン朝のシリアへ干渉を始めたとき、オスマン政府を脅かした。1830年、スルタンはダウド・パッシャの解任を発令したが、命令書を持った死者はバグダードで逮捕され処刑された。 1831年に、アリー・リダー・パシャの指揮した、オスマン軍は、アレッポからイラクに侵軍した。センペストの流行と洪水によりイラクは荒廃し、バグダードの10週間にわたる封鎖は大飢饉を招いて、降伏した。ダウド・パシャは、イラクの地元の聖職者からの反対にも直面し、オスマン軍に降伏し、身柄を委ねた。彼の人生は1851年に終わり、 メディーナの寺院の管理人として晩年を過ごした。1831年にバグダードでスルタンの新知事が到着し、オスマン軍によるイラクの直接支配が始まった。新しいオスマンの知事であるアリー・リダー・パッシャは、最後のマムルークのパッシャが敗された後でさえ、バグダードにおける自律的なマムルーク層の広まりに直面した。彼は後に前マムルーク知事スルタン・パッシャの娘と、 結婚した。グリーブ、エドマンド A、ヒストリカルディクショナリーオブイラク、P220、スケアクロープレス、ISBN0 から810843307。ありがとうございます。